界の最高峰を覚えちゃおう。オーストラリア、アフリカ近辺、はい、行ってみよう。エジプト。エジプトといえば当然ピラミッドですよ。あ、はい。あんな昔にあんなでかい建造物を作ってるわけや。うん、すごいですね。作らされる人からしたらたまったもんやないよ。でしょうね。うん。おもったいのなんかいろいろ運んでも毎日毎日買ったらいいな。買ったいなと買ってるいいな。次。すごい強い思いですね。ね。マダガスカル。はい、難しいの来ました。おお、来ましたか。マダガスカルといえば、うん、首都の時にもやったけども、はい、それはもう宇宙海賊ゴージャスですよ。はい、はい、マダガスカル、マダガスカル、それここマダガスカルのその人ですよ、はい、だからマダガスカルではゴージャスさんは有名やって話ですよね。、はい、憧れの的ですよ。しましたね。みんなあんな人みたいになりたいっていうことで、はい、ところどころに顔を白くしてる人も出てくるわけやね。憧れてるからね、うん、なりたいね。マロみたいな顔になって。マロもところどころにおるわけよ。ところどころにおるんや。マロもコトロ。次。ちょっと待って待って待って。マロもところどころにおる。え、あ、俺が間違えたんかな。うん、マロもコトロどころにおるんかな。どういう状況。マロンもあそこにもるし、コトロにもるし。ニュージーランド。はいはい、もうあれはもうニュージーの国ですよ。あ、はい、そうですね。ニュージーのランドですわ。はい、料理人がおんねんけども、当然ニュージー専用のコックさんがおるわけやな。はいはい、ニュージー専用のコックさん、うん、クックさん。もうニュージー専用とかもう関係なく関係なくなっちゃった。ちゃちゃちゃ。アフリカって人気観光地って少ないみたいで、あ、そう、もう以上やねんけども、おうおう、こっからは人気ランキングには載ってなかったけども、まあ大事かなと、うん、一応いうことで。モロッコ。モロッコってな、うん、なんかヨーロッパ近いしそこそこ人気ありそうやねんけどもね、うん、モロッコっていうのは南側は砂漠で、もうラクダがいっぱいおるし、北側はジブラルタル海峡で、おうおう、そこ船がめっちゃ通るわけや。はい。ほんでもヨーロッパとの交易でいねえから人がめっちゃ多い北側。うん。もうすっごい北はもう船とか人で、南はラクダとかでも普通に歩いてたらな、もうぶつかんねん。え、ラクダと人か。そうそうそう。船とかも。そんなおる。うん。もうすぐぶつかる。つぶかる。次。ぶつかる。うん。つぶかる。業界用語なんかな。あ、納得してもうた。それやったらカルツブにせよな。あ、ほんまや。次は人気ランキングには出てなかったけども、うん、まあ特に覚える必要ないかもしれへんけども、やっときます。なぜならできたから。エチオピア。あ、エチオピアは首都の時にやったね。エッチなやつをピアに乗せるからエチオピアやな。不思議な国です。ただエッチな写真とか言うてもさすがに全部見せるわけじゃないね。さすがにラストは出さん。ラストは出さん。ラスダシャン。次。ダシャンのですね。ダシャン。ラストはダシャン。中央アフリカ共和国。数あるアフリカの中で、うん、中央って名前ついて、おうおう、しかもアフリカってついてて、はいはい、国の名前に、うんうん、すごない？すごいですね。なあ、久保さん広島出身やん。はい。広くもなけりゃ島でもないやん。まあそうですけど。そういう県に例えば中央日本県とかつけられたらどうよ。うわ、すげえ。光栄やわな。ああ、そうですね。中央で、はい、日本でやる。この国も一緒なんよ、うん、中央でしかもアフリカってついてる。はいはいはい。ただな、この国治安は悪いし暴動は多発してる、すごい国や。全然褒められたようなところじゃないわけですよ。あ、そう。それやのに中央ってついてんねん、うん、アフリカってついてんねん、うん、もう運がいいとしか言われへん。そうっすね。なあ、運がいい、運が多い。次。運が多いね。うん。ちょっとイグジットみたいな喋り方になってるから。運が多いねみたいになってるから。他、有名なのに出てきてない山ってあるやん、はい、あるわけよ、はい、山の名前は聞いたことあるけど国の名前が分からへん。そういう山のために山からどこの国にあるかっていうのを導き出す語呂合わせを作ってきました。ああ、なるほど。キリマンジャロ。ああ、もうキリマンジャロってコーヒーで有名ですよね、はいはい、偉そうにコーヒーショップを開いたやつがおったんですが、ほう、キリマンジャロコーヒーっていうキリマンジャロの名前背負って、ほうほう、イキリやん、関西弁でいうところのイキリマンや、はい、
イキリマンジャロ。キリマンジャロ。めっちゃキリマンジャロで修行してきたんかなって思ったら、はい、よう聞いたら修行してきたんやで、単にキッザニアでやってきただけやねん。キッザニアってわかる？わかりますよ。あの子供の職業体験みたいなやつよ。はい。単にキッザニアでコーヒーショップしてきただけやねん。それ修行って言っちゃう。言うてんねん。単にキッザニアでタンザニア。次。そういう略し方ない。単にキッザニアで修行タンザニア。そうや。わけのわからんことをな。はい、キリマンジャロは単にキッザニアでタンザニア。ブルーマウンテン。有名やね、これもコーヒーでね。はいはい。あのね、女性が下半身裸で運転してるから、は車のな、はい、運転をしてるから警察止めるわな、止めるわな、うん、あかんあかん、君君って、よう見たら裸じゃなかった、うん、ちゃんとブルマ入ってた、ブルマ運転や、あ、ブルマ運転、うん、ブルマ運転やから、はい、あ、ブルマ入ってんのか、うん、じゃあまあいいか、ということで、じゃあ、じゃあまあいいか次、はあ、覚えやす、ブルマ運転、ブルマ運転で、じゃあまあいいか。マッターホルム、これも山の名前としてはよう聞く名前ですよ、はい、もう掘っていくわけですよ、んマッター言うてんのに掘るわけですよ。もう止まってくれよ。マッター言うてんの掘るんや、マッター掘るんや、マッターって言うてんのに、うん、もうスイス掘っていくわけです。スイスイスイス。次止まらないんすね。あのアメリカ大統領の4人の顔が掘られてる山あるやん、はいはいはい、あれの名前知ってる？知らん、うん、あれってジョージ・ワシントン、トーマス・ジェファーソン、セオドア・ルーズベルト、エイブラハム・リンカン、この4人だけしかおらへんねんけども、うん、この彫刻ができてからというものを大統領を経験した人は、いや俺も乗せてくれよと、俺も彫刻にしてくれよという人がどんどん来るわけよ、うんうん、今まで大統領になった人っていっぱいおるから、そういう人がどんどん増えていって、はい、言ったらもうバイデンさんとかももしかしたら、うん、辞めた後、わしも彫刻にしてくるんかってな、言うわな、言うでしょ、もうそういう人がもうラッシュ、はい、ラッシュになってボンボン来るわけよ、はい、どんどん増えていって、モアでラッシュも、ラッシュモア以上。ラッシュモア、ラッシュモア、あ、でもこれ英語でラッシュとモアやから、うん、ほんまにそういう意味で名前ついたのかもしれない。これね、ほんまにラッシュとモアっていう意味なのか調べといて、はい、あ、俺が俺知らんから、はい、調べときます、うん、はい、ということで以上です。他にもね、この山はどうやって覚えたらいいとかあったらコメント欄で教えてください。何個か溜まったらまた何か動画にしましょうか、はい、ということでございます。それではまあいつものようにとか最後ですけども行きましょう。むずいなこれ。ん？マダガスカル。マダガスカル。マダガスカルは、マダガスカル何やった？マダガスカルは、山か。山か。山か。山ガスカル。マダ、ゴージャス。ゴージャスが出てきて、マロ、マロ、マロ。ところどころにおるんですよ、マロが。マロ、マロモ、マロモコドロ。